バラード駅西側の入り口バラード駅はカナダブリティシュコロンビア州バンクーバーにあるスカイトレインエキスポラインの駅である1985年12月11日に開業したバンクーバーのダウンタウンの金融街の中心に位置する地下駅であるバラード通りに面したところに所在しており駅名はその道通りに由来する ビクトリア朝時代を意識したガラス張りの屋根を備える駅舎は地上部分の面積が小さく、その下に地下3階建ての構造を有する。東側はバラード通りに面し、西側入り口は小さな公園のようになっている。周囲はまさにバンクーバーの中心部で金融業者やホテル、商業施設などが多く立ち並んでいる。エスカレーターを降りてすぐの地下1階には、 ベンタルセンターやロイヤルセンターといった近隣の商業ビルにつながる地下通路も備える。ベンタルセンターへの地下道は開業時からのもので、後にロイヤルセンターへとつながった。地下駅のホームは片側一面で、西方面行きホームが地下2階、東方面行きホームが地下3階と分かれている。近隣の道路にはトランスリンクのバス路線発着所が無数にあり、 中心部とメトロバンクーバー郊外とを結ぶ路線も数多い。東方面行きホームエキスポラインが使用する駅である。また、バス路線の発着所としての機能が強く、ノースバンクーバー・ウェストバンクーバー方面や、スフポートコキトラム方面のバスの多くはここを、支点としている。カナダラインの開業前は、ダウンタウンとリッチモンドを結ぶ、B ライン98系統の発着所でもあった。 エキスポライン、ありがとうございます。